フランソワ・マンサール、フィリップ・ド・シャンパーニュが、フランソワ・マンサールは、フランスの建築家、ジュール・アルドゥアン・マンサールの王子、ルイ13世からルイ14世の下で活躍した。フランスのバロック建築の第一人者のうちの一人で、あり、フランス建築上の重要な屋根の形態の一つである、マンサード屋根を世界的に広めた人物である。マンサールは、 フランス古典主義を体制した建築家としてフランス建築界に残る人物である。オーダーをルネサンス建築の原理そのままに用いた古典主義の中で高貴さと荘厳さを表現し、ルイ13世の絶対君主性を体現するような建築を作った。彼の修作のすべては古代の建築をモデルとし、それに近づけるように改良を続けていた。 作品の外観は高い精度と正確さに満ち、一般的な平面の配置において彼より良い構想をした人間はいないと言われるほどである。16世紀の上巻建築に比べてスケール感が大きく、それまでの建築にはないダイナミックな空間を生み出した。しかし当時の人々は彼の作品がフランソは一世時代の優雅さや、 上品さといった特性から完全に遠ざかり、作品に雄大さを与えるために、高貴さと威厳を誇張しすぎているとして非難した。これらの激しい非難にもかかわらず、彼は自分自身のスタイルに関するこだわりをなくすことはなかった。また、彼は自らの才能に対しても謙虚な姿勢で、専門家に高く評価されても、おごることはなく、常に、 最高の様式日への追求を続けていた。しかし、彼の高評価を得た様々な作品は現在ほぼ失われてしまい、彼の名前は非番化、もしくはシャルルペローの作品でしか主に知ることはできない。今日では、バルドグラース教会堂の外観などから彼の才能を垣間見ることができる。さらに、彼の重要な作品であるブロワ城においては、 中央のパビリオンにある1階の戸口、2階のペディメント、そして3階上にある屋根の3段階で、それぞれ正三角形の構図となっていることがわかる。これは、彼特有の構成であり、マンサールの三段構成と言われている。この幾何学的な図形を用いた構成からも、彼の古典主義思想を見ることができる。また彼の重要な功績として、 マンサード屋根を多用し、世界に広めたということが挙げられる。名前の面から、この様式を作ったのが、マンサール自身であると思われがちだが、実際には16世紀にも、ピエールレスコーの作品などにも見られるため、彼自身が作ったというわけではなく、単に広めた人間であると言えよう。その後、ジョルジオスマンによる、パリ改造が行われた際にも、 フランス建築の屋根の統一モデルとして利用されるなど、フランスの建築には欠かせないものであり、極めて重要な功績である。ありがとうございます。